くらい取れたんですか、はい、何キロくらい取れたんですか。今1キロ、今2キロ、これに1つ。おはよう、おはようございます。カメラが乗ってる。あ、そうですね、今日はちょっと真面目な感じでやらせていただきます。1日回すんでしょ。1日回す。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よし、よし、いただきます。よし、完璧。もう良さそうですね。生まれて間もない人は、間もない子はですね、ここに輪ゴムがつけています。それで尻尾を取るんですね。ハサミでちょきって切るとやっぱり痛いんで、こうやって輪ゴムで止めて2週間くらい待って切るという感じです。で、まあこれはオスですね。はい、めちゃくちゃ懐いてます。来年母親になるであろう羊を育てるエリアです。まあ、あと1ヶ月後くらい経つと山の中で本格的に放牧するようになっていきます。今はこんな感じでのんびり過ごしています。泣いてもらわないと。なんかおかずの適当に出しとれや。いや、マジでいいと思います。この曲も最近流行ってる。初めて。これも初めてだ。やばい。知らないよ。知らないよ。知らないよ。あ、うまそう。うわぁ。カメラ食べる。シェイパーですね。また夕方頃に行きます。はい、お仕事頑張ります。顔、村井さん可愛くって思ってます。可愛い。
こいつが一番懐きやすい。毛並みもすごく綺麗です。嫌がる姿が全くないですね。よし、終わりにしましょう。はい。カツオの時はじゃあ持ってきた。波乱万丈人生波乱万丈お疲れ。